はい、こんにちは、青と申します。今からスマホアプリ天下百剣山のガチャ実況を始めていきたいと思います。今回は今を剣の特別バージョンを引いていくんですけど、その前に最新のアップデート内容の確認と私の意見感想をお話していきたいと思います。表をドンって出しておきますので、これを見ながら私の話を聞いていただければと思います。もしガチャだけ見たいという方は下に時間のリンクを貼っておきますので、そこから飛んでいただければと思います。それでは話していきますが、一つ目に逃走技の所持枠の上限が750まで拡張可能になりました。古参の方や課金している方から結構声が上がってたので、これは良かったなって思ってます。嫌が応でもイベントをこなしていくと逃走や技の枠って圧迫してきますので、それらが緩和されるのは非常にありがたいかなって思います。二つ目に通常任務の恒久的な消費行動力の半減ですね。通常任務はですね、とにかく行動力の消費が大きいです。初心者の方がですね、通常任務を進めるのが難しくなってたので、そういった意味で、とても良いアップデートかなって思ってます。またですね、中堅隊長さんもですね、レベル上げを通常任務で気軽に行えるようになったって考えると、結構ありがたいんじゃないかなっていうふうには思ってます。三つ目に修練場のドロップ率上昇ですね。今まではスーパーレアの素材であるキリンがですね、上級回ってもですね、ドロップしにくかったんですよね。ただ、何度か回ったところですね、私の方でも見てみたんですけど、比較的安定して集められるようになってました。初心者の方はもちろんですが、古参の方も極み快感のための素材集めが楽になったと思うので、これも良いアップデートだと思います。最後に図鑑の全開放ですが、今までは自分がクリアしたイベントしか見れなかったシナリオが、最初から全て見れるようになりました。影打ちのシナリオなどは続きものだったんで、始めたばかりの方は途中のシナリオを見てもよくわからないって言ったことがありましたが、これからはそういったこともなく、みんな平等にシナリオを楽しめるようになったっていうことでは、とても良かったのではないかなって思ってます。はい、アップデートについては以上ですが、全体的にですね、今回は初心者の方に優しいアップデートだったなって思ってます。これを機会に、本当に天下百剣山を始める人が増えてくれれば嬉しいなって思うのが、私の素直な気持ちです。はい、すいません、長く喋りすぎました。ではここからガチャの話に移っていこうと思います。先日の雨の幅切りさんのガチャで見ていただいた方はご存知の通り、すでに今月はもう金銭的に結構きついんですけど、まあ人間水さえあれば生きられるから大丈夫ですよ。まあ大丈夫。チャンネル登録者様への感謝ももちろんあるんですけど、今回は自分が引きたいからって言った気持ちが強いです。まあなぜかっていうとですね、自分工場の今を剣も持ってないんですよね。だから特別工場どちらも揃えられたら嬉しいなって思ってます。とりあえず110連引きますが、そういった理由もあって今回も天井ガチャです。もう天井ガチャが当たり前になってるのがまあ怖いところですけど、まあそれは一旦忘れて提供確率を、提供割合を確認していきましょう。はい、三剣のレアリティ最高レアは 3.45%、 装備の最高レアのルタレアの確率は 6.99% となってます。今回はピックアップされてるからキャラがまた3キャラです。闇の今の剣さん、千住村正さん、今の剣さんの工場の方ということで、まあ3振りのうち2振りが出てほしいなっていう風に思ってます。千住村正さんは持っているので、できればそこ以外を引けたらなっていう風に思ってますが、まあケナンさん以外の全体的な提供確率がですね、結構どっこいどっこいで低いので、あまり期待せず引いていきたいとは思ってます。今回の目玉である、まあ特別バージョンの方が本当に早く弾けたら嬉しいんですけど、まあこれだけ渋いとあんまり期待はできないかなっていう風に思ってます。梅さん、ガチャの方も確率調整アップデートしてくれていいんですよ。全然遠慮しなくていいですよ。もうどんどん上げちゃってください。できれば。もう 5% くらいください、むしろ。はい。じゃあそれじゃあ戻ってですね、いきますが、ちょっと右上の方の金貨がちょっと足りないので、今から足してきます。なので一旦ちょっと飛びますのですみません。では失礼いたします。はい、戻ってきました。右上の方の金貨が3万になっているのがわかると思います。今回は秘策がありますので、そちらの方を試していこうと思います。その前に、闇の今尾剣さんの声を聞いておこうと思います。夜のお供はこの今の剣にお任せください。ルシ様の首筋を見ると胸が高鳴るのですわ。はい、可愛いですね。では気づかれたと思いますが、 BGM がありませんね。それではどうぞ。はい、じゃあガチャを引いていこうと思います。金貨でいきます。
はい、では見ていこうと思います。なんでこの曲流してるかっていうとですね、このイベントハロウィンイベントじゃないですか。だからですね、ハロウィンの曲を流して、まあ、来てもらおうって言った作戦です。ですね、私がやってる他のスマホゲーム、まあ、フェイトグランドオーダーっていうゲームがあるんですけど、そのガチャではですね、ガチャ宗教なるものがありまして、おお、かんざし、ウートアリアですね。でも、かんざしか。ですね、まあ、ガチャ宗教なるものがですね、そちらの方はありまして、まあ、そちらにあやかってですね、即売っていうもの、何かゆかりのあるものを用意して、まあ、呼び寄せるっていうようなやり方、ガチャの方のやり方があるんですよね。おー、ウートアリア。お、鉄鋼ですね。これは嬉しいですね。赤の鉄鋼、霊属性の鉄鋼ですね。はい、おー、いきなり悪くない結果ではありましたが、ただ、ミツルギは出ないというような感じですね。はい。じゃあ、20連目いきましょう。ですね。まあ、先ほどの話の続きなんですが、まあ、こうやって BGM、ハロウィンの BGM を流すことによって、まあ、今尾剣さんを呼び寄せて、それで近くに寄ってきたところを、おーっと思ったら石切さんですね。はい、持ってますね。はい。まあ、それで寄ってきた今尾剣さんをすかさず獲得していこうっていうような、まあ、考えなんですが、まあ、原価継ぎみたいなもんですね。まあ、見ている方は、もう知っているように、私の引き運は本当に最悪です。まあ、もうそれに頼らないとやってられないぐらい、もう引き弱いんで、もう試せるものは何でも試していこうかなっていう気概で、もうやってます。もう、そうですね。まあ、あと、試せるものが、もう本当に、そういった、まあ、ジンクスじゃないですけど、そういうものしかないので、はい、30連目ですね。もう何でも利用して、もう呼び寄せてやるぜっていう気持ちでやってますね。はい。そういえば話は変わってしまいますが、結構動画も出してますが、いつもコメントの方ありがとうございます。私ですね、必ずすぐにこう、見て読ませてもらってるんですけど、返信の方も私してますが、返信は私がもうやりたくてやってるだけなので、もうめんどくさいっていう方は、もう別に、それに対して触れなくて大丈夫です。気にしないでください。本当に、私がやりたくてやってるだけなのでね。まあ、コメントの内容もですね、私へのコメントだけじゃなくて、天下百剣山に関することなら、何を話してもらってもいいので、ウォー、グロイ。まあ、なかなかのグロさですね。はい、40連目です。ですね、コメントの内容もですね、もう私への内容、コメントの内容じゃなくて、もう本当に天下百剣山に関することで、何か話したいことあるよとか、言いたいことあるよっていうことであれば、何話してもらっても私は構いませんので、まあ、ただ、周りの人が不快になっちゃうようなことだけは、コメント出さないでいただけると嬉しいなって思ってます。まあ、今のところそういうね、人いないので、とても私嬉しいですし、ありがたいなって思ってはいるんですけど、まあ、これからもバシバシとコメントしていただけると、私嬉しいです。動画作るモチベーションにもなりますし、もっともっと頑張ろうっていう気持ちにもなりますので、ぜひぜひ、これからも、コメントの方をやって、まあ出していただけると嬉しいなって思ってます。まあそれだけなんですけど、うおー、2連でグロ。最初だけ、いや、良かったの最初だけかな。はい、40連目。いや、50連目ですね、これが。50連目となります。まあ、なかなか、こう、ハロウィンの曲を使って、呼び寄せようと、思っていたけれど、全く来ないですね。工場の今尾剣さんすら引っかかってこない感じですね。まあ、こんな感じなのが当たり前なんですけどね。0.45% でしたっけね。まあ、0.45% はさすがにね、前回の雨の幅切りさんの確率よりもずっと低いですからね。まあ、やっぱり出にくいとは思ってはいます。ただまあ、それでもね、一縷の望みにかけて出てくれることを願ってはいますし、まあ、うーおー。いやー、
三剣が確定枠しか出ない。どうしてだろう、確定枠以外の方で三剣が出てこない。これはまずいんじゃないですかね。66年目ですかね。はい。はい。先ほどのまあ話に戻ってきますが、まあ、今回アップデートでですね、まあ、少しでも新規の方が増えてくれたらなっていうふうに話したんですけど、おう、血がねですね。はい、持ってるんですよね。ミスルが出てくれるのは嬉しいですよね。はい。まあ、新規の方が、まあ、増えてくれたら嬉しいなっていうことで話したんですけど、実際問題ですけど、本当に新規って増えてるんですかね。なんとなくこう、まあ、今回、あれですよね。2000万ダウンロードでしたっけね。生放送も決まりまして、まあ、その方がやってくるわけなんですけど、ただ、おー、まあ、チガネが出てるので、まあ、ハズレではないんですけどね。目的のキャラは出てないという感じですね。はい、77連目です。まあ、そういうことで言われてはいますが、そうなんですよね。私の周りの人は、本当にやってる人がいないんですよね。前も、どこかの動画でお話はしたんですけど、なんか、そのためかですね、なんかこう、何万ダウンロード達成とか言われてもですね、なんかこう、いまいちピンとこないんですよね。本当に増えてんかなっていうふうに、疑問に思っちゃうぐらいに、まあ、なかなかこう、感じが全然しなくてね。でもこうやってね、チャンネル登録してくれてる方が、ね、こうやってコメントしてくれるっていうのもありますし、まあそういった意味で、おー、これは結構新しいの、風の技ですね。が悪くないと思います。はい。技のウルトラレア1個だけですか。まあ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 。はい。88連目です。ひっくりとも来ないというか、全く来ないですね。いやー、さすがにこう、やっぱり、絢爛祭以外のガチャでは、まあ、金の確率も絞られてます。ああ、姫鶴さんですね。すり抜けてきますね。だいぶすり抜けますね。結構今回は、ミスルイが出たら、だいたい、あれなんですけどね、半分ぐらいの確率で、先ほど話した3分の誰かは、出るような確率なんですけどね。結構それでもすり抜けてきますね。やっぱり厳しいですね、なかなか。分かってはいましたけど。ね。ああ、ちょっと話がまた逸れてしまいましたね。ごめんなさい。チャンネル登録者様がですね、まあこうやって増えていて嬉しいんですけど、まあそれだけ、プレイヤーの方もいるんだろうなっていうのは思うんですけど、ああ、差しだけでしたね。はい。いるんだろうなって思うんですけどね。はい。あと20連ですかね。はい。90連目です。まあ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 。はい。それではどうでしょう。99連目ですね。はい。まあ、チャンネル登録者様が、まあ、大体、皆さん、天下百剣山やってる人だとは思うんですが、まあ、その中で、ね、これだけいるのは嬉しいんですけどね。なんかこう、周りにいないとちょっとやっぱ寂しいっていうか、なんとも言えない気持ちにやっぱなりますよね。いやー、そして、ね、何気なくこう話してれば出るかななんて期待はしてましたけど、全く出る気配がないですね。いやー、でも結構ウルトラレアは出てるんですよね。こうやって見てると。まあそこそこ、絢爛祭以外の中だと結構出てる気がします。はい、90連目終わりですね。はい、100連目、110連目ですね。行ってみれば。はい。まあ今回は最後でーす。はい。はい。まあ、ハロウィンってことですけど、まあ、10月31日でしたっけね、ハロウィンは。ハロウィンは、まあ、海外のイベントということで、まあ、コスプレして、まあ、お菓子を取りに行くというか、もらいに行くっていうのが通例らしいですけど、今年はまあ、ないでしょうね、さすがに。例のウイルス騒ぎで、まあ、結構、バタバタしてるので、なかなか、それどころではないのかなっていうふうには思ってはいますけど、まあ、ちょっとね、私ハロウィンのイベント結構ああいうの見るの好きなので、ちょっと寂しい感じがしちゃいますけどね。はい。まあ、そんなこと言ってる間に、はい、グロい。ひどい。ひどすぎる。はい。110連以上となります。ここまでご視聴ありがとうございました。いやー、やっぱり、ひどいですね。もう、
ガチャで、こう、本当に、もうダメですね。まあ、今回もまた、まあ、負けなのかなっていうふうには思いますが、さあ、天井行くなのか、そのまま天井行くのか、それとも天井でまた止まるのか、天井前止まってくれるのか、まあ、また、動かしていきますので、また見ていただければ幸いです。すいません、ちょっと、途切れちゃいました。いきなりちょっと、天下百剣さんのアプリ落ちましたので、一旦また復帰して戻ってきたって感じになります。まあ、次の方でも、またガチャ引いていきますので、また最後までまた見ていただけたら幸いです。では、また次の動画でお会いしましょう。よければチャンネル登録お願いいたします。さようなら。